けど。Tonight, you saw Titus Alexander push me to my limits. But it wasn't good enough to get the job done, because I stand here still, your GHC national champion. Now last month, I said for anyone to come and challenge me, and that still stands. But I'll tell you this, there isn't one man on this planet that can take this belt away from me.今日の試合みんな見ただろう、タイタス・アレクサンダー、彼が俺を本当に限界まで押し上げてくれた。だけれども彼はまだ何かが足りなかった。だから俺が今こうしてここに立って、この GHC ナショナルのベルトを持っている、もう前にも言ったけれども、誰一人としてこの俺からこのベルトを奪うことはできやしないぞ。なんて強気なセリフなんだ。こんなに強くなるなんて思いもしなかった。正直このグッドルッキングガイズ結成した当初は2人だけだった。その時名前の由来なんか、私とジャックがかっこいいからっていう理由だ。もちろんすぐ加入したアンソニーもそうだ。かっこよさを追求しようぜ、そういった意味合いでこのチーム名を作る。今じゃもう2冠チャンピオンだ。かっこいいどころの話じゃない。むちゃくちゃかっこよすぎるだろ。さて、そんな防衛戦を終えて、我々の次の試合は、我々グッドルッキングアイズの次の試合は、1.21 にある八王子で行われる6対6の試合だ。60分3本勝負、1本も譲る気はない。我々は、いや、私は個人的にこの試合で清宮海斗を潰したいと思っている。それは本気で思っている。もう容赦はしない。彼を潰す。私の心は一切折れないし、折ろうとしても無理だ。逆に清宮海斗、お前の自信、プライド、全てだ。全て私が潰してやる。覚えておけ。あー、くそー、おい、シェイクリア GLG、 何が GLG だ。おいてめえら、ほんとやってやるよ。おいぶっ潰してやるよ、この野郎。おい何が、おいグッドルッキングだ。俺たちの方がグッドルッキングだろ。おい俺たちの方がかっこいいだろ。21日八王子でぶっ潰す。ハハッ、ごめんすけどな。おーとびもなビトリア、やりやすい。GLG Next Step Heavyweight Tag Team Championship. Because los golpeadores, we are heavyweight. So, one chance for these champs, for these belts. ¿Ustedes creen que somos únicos campeones? Pues no. Nosotros los golpeadores vamos a retar por esos campeonatos que tienen. Porque estamos de México para el mundo. La mejor pareja del mundo. 俺は GHC Jr. のベルトが欲しくて欲しくて仕方ない。どんなことをしてでも必ず俺がダガからベルトを取る。さあ、おから、はあ、Can't believe that you tried to steal that victory from me. You did. But guess what? If you want to play like that,I know how to play dirty too. I'm not gonna say more, but I'm gonna chase you
And I'm gonna teach you who plays dirty for real. そうだね。まあこれは俺の次への第一歩だ。まあチャンピオンはアイアムノアを返す、譲るって言ってたけどね、まあ、そこで俺がそう軽々しく使えないよ、帰ってきたとしても、うん、まあ胸には常にアイアムノア、胸に常に置いて、次じゃねえ、俺が口にしてみんなにアイアムノアを伝える時は必ず来る。その時まで俺の胸に秘めておきます。この間に主催講義が発表になりましたけど、はい、コンセプトは石本さんどういうの？そうね、まあ自分の今回は、まあ、自分が先日ね、リング上で言ったようにノアの戦い、ノアの強さ、足りないものがあると、そういう面でもまず自分自身がね、自分自身もそういう状況において、またノアというものを、チームノア、ノアというものを作り上げたい、いや呼び起こす、そういう戦いをしていきたい、それがコンセプト。まあそこで斉藤さん、米津さんが、ひろきさん、小峠、そこで、ね、手を挙げてくれて、集まってくれて、この5人でノアというものを呼び起こしますよ。はい、石川修司選手の参戦も発表されましたけど、うん、ああそうですね。まあ、でもまだ契約は残ってるの、終わったの、今月いっぱいまで。そうか、いやまあ、うん、まあ、こればっかり俺はね何も言うことがないし、何か言える立場でもないしね、まあ、そこに、リミットブレイクという大会に興味を持ってもらって、戦いをね求めてもらって、その、まあ、どういう心境かは分からないけども、そこはねしっかりとリング上で見せてもらえれば、上がると言って以上を責任持って俺たちはリング上でリングで待ってますよ。ああ3連敗、ああいや今日杉浦さんが本当にめちゃくちゃパワー貸してくれたんですけど、いやあもう本当やれることは全部やったけど全部跳ね返されたっすね今日は。ああもう最後マジ効いたっすね戦闘、やばった。ちょっとまだまだ時期足んないんで、まあでも本当にもうそんなね止まってらんないんで、もう全速力で成長していきたいと思ってます。初めてのタッグマッチでしたけど、はい、初でした。ちょっとやっぱり初って難しい、本当になんか俺が行ってもっと相手に食らわせられるところも全然あったし、僕がカバー行かなきゃいけないところもたくさんあったし、その部分まだ全然ねずっと1対1だったんで、本当難しいなと思いました。はい、まあでも本当に止まってらんないんで成長していきます。大丈夫ですかね。ああ、サイズだな。来た、はい、なあ、来ました。腹筋鍛えてるわけだ。はい、だんだんできやすくよ、だんだんちょっとだけみんなも感じてるんじゃないか。この腹筋で強くなるぞ。はい、21日 GLG と60分35勝6体の場
向こうの超絶しゃべりのうまい GLG チャンピオン、いや GL 間違えた、 GLG リーダージェイクご指名ということで、俺はご指名通り遠慮なくジェイク、お前の首を狙わせてもらうぞ。